はい。えー、それでは11月6日の3問に入っていきます。委任による代理人は、本人の承諾を得たとき、またはやむを得ない理由があるときでなければ、副代理人を選任することができない。丸か×かという問題です。この問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、この問題の答えは、丸です。委任による代理っていうのは、任意代理のことを指すんですね。 で、代理には、法定代理と任意代理の二つがあるんです。で、今回は任意代理の問題です。で、任意代理では、本人の承諾があった場合、やむを得ない事情がある時のみ、副代理人を選任することができるんですね。で、これっていうのは覚えるよりも、イメージがすごく大事です。これは、法定代理と任意代理、この二つの違いについてもイメージが重要ですし、また、 なんでこの場合のみ副代理人を選任できるか。これもイメージが必要なんですよね。でこの点については、個別指導の受講者様には別途動画がありますので、受講者専用のメルマガの方から動画をご確認いただければと思います。で、問い2ですね。宅建業者 A は自ら売り主として、3000万円の土地付き建物。これは未完成です。これを宅建業者 B と売買契約を締結した。 債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は損害賠償額の予定額と違約金を合わせて600万円となる丸か罰かという問題です。で、答えは、罰ですね。で、これ、丸と答えた方は、これ日頃の勉強の仕方気をつけた方がいいです。実力があるから合格できるわけではないんですね。 合格するためには実力だけでは不十分なんですよ。勉強の仕方っていうのが重要なんですね。と言っても、勉強の仕方を気にしてない方が多いんですね。あなたはどうでしょうか勉強の仕方気にしてますでしょうかで、これなんで罰なのかというと、まあ、今回の問題は損害賠償額の予定等の制限なので、ま、ハッシュ規制の内容ですね。で、これっていうのは宅建業者間では適用されないんですよ。で、問題文を見ると、 売り主は宅券業者で、これ、飼い主も宅券業者なんですよね。従って、ハッシュ規制。これ、適用されません。したがって、どんな特約をしても基本的には大丈夫なんですね。だから、今回のような損害賠償額の予定額を500万、違約金を500万とした特約、これも有効です。だから、この2つ足して1000万円ですよね。これも有効だということになります。よって、誤りだということですね。 で、まあ多くの方が、あ、ちょっと問題文読み違いをしたぐらいで済ませるんですよ。で、これ済ませていると、おそらく本試験も同じように、問題文の読み違いで、えー、もう2、3点とか、多い方だったら5点ぐらいですね、えー、ボンミスで失点しちゃいます。え、これだともういつまで経っても、あの、合格できないので。だからこそ勉強の、日頃の勉強の仕方が重要なんですね。だから個別指導の受講さんには、 何度も何度もおそらくこれからお伝えしていくと思います。まだ11月なので受講して間もないとは思うんですけども、だいたいですね、わからない部分あってご質問いただくと、問題文ちゃんと読めていないとか、そういった場合って非常に多いんですよ。なんでその都度ですね、ちゃんと問題文を読む、その読み方ってこうでしたよねって確認をしてですね、問題の読み方、これを徹底していっております。なんで独学の方も自分自身でどうやって問題を読むのか、 どうやって問題文を理解をしていくのかこれをですね常日頃から意識して勉強をしてみてくださいでやり方がわからないっていう方は是非ですね個別指導ご検討いただければと思いますで問い3ですね A が所有する市街化区域内の面積2000平米の一段の土地を B が A に対して有する金銭債権の担保として当該土地について 大仏弁済の予約を行おうとする場合には、事後届出をする必要はない。丸かバツかという問題ですね。で、答えはバツです。で、大仏弁済の予約っていうのは、債務の弁済が期限内になされない場合に、不動産などの資産を金銭に代わって弁済する。この予約契約のことなんですね。例えばお金を貸してお金返ってこなかったら困りますよね。なんでお金を返してくれないのであれば、えー、お金じゃなくて、その債務者が持っている土地で。 返してください。弁済してください。これを予約することですね。これは大仏弁済の予約です。でそもそも、届け出が必要な条件の一つ。まあ、これ国土利用計画法の届出ですね。事後届出とか事前届出。これが必要な条件の一つに、土地の所有権を取得する目的の移転または設定。まあ、これ権利性っていうんですけども、まあ、これがあるんですね。権利性っていうものがあります。売買っていうのは移転ですよね。所有権移転するので、権利性はあるんですけれども、 今回の問題文の大仏弁済の予約、これは設定の方に該当してきます、まあ。つまり権利性はあるということなんですね。でさらに、その他の届けの条件である対価性とか契約性、これも満たしてるんですね。で、対価性っていうのはお金のやり取りです。で、今回、お金のやり取りはしてないわけですよね。 これ、大仏弁済なんで、不動産でやり取りするわけだから、お金のやり取りはしてません。ただ、不動産についてもお金に換金できるわけですよね。だから、まあ、対価性はあるというふうにみなします。あと、契約性もありますよね。大仏弁済の予約についても、これ、予約契約っていう契約をするわけなんで、契約性もあります。従って、面積要件を満たしたら、これ、事後届けで、事前届けで必要になってくるんですね。 で、今回、市街化区域だから2000平米以上だったら届け出が必要ですよね。で、これ面積要件も満たします。だから自己届で出は必要ですと。だから答えは×ですと。いうふうになるんですけれども、まあ、これ、今のような考え方が正しい考え方っていうのか、まあ、厳密な考え方なんですね。ただ、これってすごく難しいんですよね。考え方として。なんで、個別事業の事故者さんにはもっと簡単な考え方をお伝えいたします。 でこの考え方をすれば、もういろんな問題解けるようになりますので、まあ今回はね、大仏弁査の予約なんですけれども、例えば贈与だったり、相続だったり、受講取得だったり、あと定等権の設定だったり、まあいろんな問題に対応できるようになるんですね。なんで、ぜひ個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガの方、ご確認いただければと思います。で、個別指導を受講したいという方は、この動画の下の概要欄の方に、詳細なページ、リンク貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。 今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。